今日は9月1日です今日朝のヤフーニュースで見ると CNN の報道であのアメリカで39人の誘拐された子どもが救出されたそうですこれについて3つお話ししたいと思いますまず1番39人という意味ですね 39はあのゲマトリア・カルキュレーターユダヤ・水平術で MAGA メイク・アメリカン・グレ、えータ・ゲイントランプ大統領の戦後キャンペーンですねそういう意味があると思いますそれから、えー、と CNN が二番目 CNN が報道したということは えー、CNN の,あのトップの腐った部分が排除されたという意味だと思います。それから3番目が、えー、っとその報道によると年間75万5千人の子供がアメリカで誘拐されているっているうことです、まあ、これは私はもう7年ぐらい前から知ってましたけどなんで報道しないんだろうって思ってました。 なんてこれってさ、アメリカにとってもさ、そのあの最大の問題ですよね。75万人も子供も誘拐、毎年誘拐されるって、それを全く報道しないなんてありえない。まあだからそのシリアの上層部がそういう仲間たちだったってことですよね。それから中国もだいたい70万人ぐらいは誘拐されています。ひどい話です。 でこれを救出し始めたっていうことは、まあ、39人というのはその実際の数字ではなくてもうでに3万9千人ぐらい、あのー、救出されてるってことだと思いますけどその子供の誘拐をね救出したっていうことはそのトランプ大統領はもう歴代の最高の大統領だと言っていいと思うんですよね。だって過去数十年間ずっとこれを。 こうされていた誘拐されてたわけですから、子供がひどい話ですよね。人類の恥ですよね。それをさあのなんか、今はさアセンションだとか次元上昇だとか言ってる人たちはさこういう問題をさ無視してさ、自分たちだけアセンションなんか言ってるのはさ人間ではないですよね。うん。以上です。ありがとうございました。